16日、中国江西省連華県南麗郷の村民およそ2000人が地元化学工場の汚染に抗議。当局は大勢の武装警官を動員し鎮圧。十数人が拘束されました。無許可で有毒製品を生産している流信実業公司に対し、県政府に何度も訴えたものの、なしのつぶて。村民らは泥で工場の入り口を塞ぎ抗議しました。16日、地元の役人と数百人の武装警官が村民らを鎮圧。卫生员还在服务手，还有一个男孩30岁了，他通过这个线索，他好像用手机拍了一些照，那个女人也打他公司了。村民によると、化学工場が吐き出す黒い煙で苗が枯れ、周辺の魚も死にました。樹木も枯れ、草を食べたウサギも死んでしまい、水で手を洗うとすぐ荒れてしまうそうです。去年呢，我们这里还有几个小孩子住在那，刚出生的小孩子住。村民らは負傷者を国道に担いでいったところ、武装警察が強制退去。動きが遅い老人や子どもたちが警察に殴打され、現在少なくとも10人が拘束されているそうです。新唐人テレビがお伝えしました。京城石开，捐助新唐人，了却您久远的中国夙愿。